今日のゴールは、三村さんがいいボールを上げてくれたので、ごっつさん的な感じで点決めれたので、あと久しぶりのスタメンっていうのもあったんですけど、気合入ってで、結果残せてよかったです。で、来週の関東学院戦に向けては、ここで勝たないと昇格に向けては本当に厳しい戦いになってくるので、ここで一回、ここで勝たないと、難しい、あとあと難しくなるんで、しっかり勝ちたいと思います。